ピッチャーを置いてくれた子です。はい、あのそんなちょっとリアちゃんはまあ、あ、そう、ゆっくり、そう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 。はい。はい。あ、いいね。はい、皆さんこんにちは、野球一番の向こうです。こんにちは、めいちゅん。はい、よろしくお願いします。はい、めいちゅん。はい。久しぶりの特訓企画なんですけども。はい、ああ、いや結構久しぶり、10月27日にちょっと試合がありまして、はい、西武ドームのための、特訓となっております、はい、そんな中ですね、はい、ちょっと、まあ、マネージャー志望また特訓なの、そんなの子連れてきたらんだそう、いややっぱマネージャーがいないとやっぱさ、私さ、来週練習しようって言ってたじゃん、そう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 、また女連れてきた、いや、じゃあのその子、やっぱね、俺らはあの野球、初心者の子に野球を好きになってもらうっていうのがやっぱその心を忘れちゃいけないから、私じゃ満足できない、じゃあ早速呼んじゃっていいですか、あ、もちろんもちろん、じゃあちょっとあの画面切り替えます、じゃあ呼んでいきます、はい、リアちゃんカモンヌ、いやあのね身長同じですJK です、ちょっとなんか近づき方ない、リアちゃんですね、はい、あ、リアです、お、いい声してるわ、JK の格好をした大学生です。今日あの、ね、制服ディズニーに行く予定だったよね。今日。あ、今日。でも雨だから、ね、ちょっとあの予定変更して。確かに新木場近い。そう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 。でリアちゃんはあの向こう行きつけのカラオケ屋の店員です。カラオケ屋なの。カラオケ屋の仲良くするタイプじゃない。いや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 。じゃあ俺電話みんな向こうぜやからさ。あ、なるほどなるほど。で今就活中だっけ。はい、そうなんだ。うん、大丈夫。じゃじゃじゃ制服ディズニーそうそうそう今日はそんなリアちゃんに、はい、まあ、向こうズのマネージャーとも思ったんだけどもやっぱ名著いるからいやあのやっぱ俺らも次世代にあのどんどんこう野球の楽しさを発信して、ね、していかないといけないから、うん、いやもうあの向こうズのマネージャーになってもらおうと思ったけ ど、まあ、まずはやっぱ野球を知ることから、マネージャー何人目、多分20人くらい、多分20人、学籍人数が多いかも、そうそう、あの中学とか高校とか部活何やってたんですか、中学は音楽部みたいな、合唱、あ、じゃあ歌うまいや、あ、だからカラオケ屋で働いてんだ。歌が好きやから。高校は何やってたんですか。ダンスバスケのマネージャー。あざっす。逸材です。マネージャー連れてくる、なんかいい嗅覚してる。そうそうそう。やっぱ接客が良すぎて、そう、いろいろ仲良くなる、あの、めっちゃ俺酒飲むからさ。もう何回も電話で呼んでたら、もうピッチャー置いといてっつって。そら、そう。じゃあピッチャー置いてくれた子です。あ、なるほど。はい。じゃあ、そんな、ちょっとリアちゃん、まあ、球技は、じゃあ、まあ、得意ではない。はい。得意ではない。はい。ちょっと、めいちゅんさんに。なかなか教えてもらう機会ってないと思うから、はい、まあ、ちょっと野球の楽しく、今日帰ってもディズニーより野球になれるように今日はよろしくお願いします、はい、それでは動画をご覧ください、せーの、よろしく、はい、OK、 リアちゃんさ、あれだってよ、水分の時にフルートだったらしい、ってことはバットでフルートができたフルートっぽいやん、いやフルートは絶対軽いやろ普通に、フルート重いイメージだった、ちょっと一回イメージでやってみて、あ、ぽいぽいぽい、これだわ、見たところちょっとね、あの爪が長いんで、はい、まあ、キャッチボールと思ったんですけど、うん、やっぱもうさ野球って打つスポーツだからさ、そうだ、じゃあまずは打ってもらえますか、はい、 OK、 よし、 よし、じゃあまずはメイチョさんお手本お願いします、あ、ちなみにバッティングセンターって行ったことある、ないです、あれ本当の初心者、初心者の初、あ、確かに確かに確かに、野球部員もないって、え、じゃあもう本当にまっさらの状態です、そうだ、こんなに純粋な子は初めてだよ、そう、そう、野球興味持ってもらおう、そうだね、よし、そうそうそう、自分が思い描くバッティングをしてみて、はい、うん、あ、いいね、1、2で投げるから、で、3で打つ、はい、はい、1、2、3、OK、 はい、行きます、せーの、1、2、え、ちょっと、ちょっと、めっちゃいい、めっちゃいい、体育でやったことある、体育、あ、体育である、じゃあいけるよ、体育の時ってソフトボールじゃなかった、出身って東京、神奈川、あ、神奈川、神奈川ってソフトボールとかやるのかな、あ、授業、はい、いきまーす、はい、1、2、ちょ待って、1、2、ちょ待って、2スイング目です、センスあります、あれ、やってた、やってない、え、普通にうまいぞ、はい、いきまーす、3、2、リズム取ってるもんね、こうやって音感があるんだ、そうだ、これも音で聞き分けたんじゃないこれシュッ、はい、1、2、はい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 、じゃあちょっとメイチョさんいきますか、はい、1、2
ちょっとなんかめいちゃん嬉しいね、あのリアルな反応でさ。リアちゃん、あのめいちゃんさんは男の中で戦ってるよ。俺らと同じチーム で野球インフルエンサーチームとかも入ってて、なんか何かとこうなんか男と比べられることが多くて、ああ、ね、だからこういうちょっとリアルな反応みたいな久しぶりやね。嬉しいね。やっぱ男性社会やからさ。じゃあベイちゃん、ちょっと今のスイングの感じをちょっと伝授してもらって、はいはい、じゃあまず肩に、右肩にバットしって、はい、でそのままバットをそうそのまま、うん、そのまま出すイメージで振ってみて、うん、シュッと、そうでちょっと膝曲げた方が気持ちが楽、膝を両膝をちょっと曲げるだけ。タコみたいな。ね、確かに。あ、3です。ああでも。真剣に取り組んでた。真面目なタイプだ。できないけど頑張ってた。え、学校とかちゃんと行ってた。行ってました。おお、いいね。ちょっとプチ情報によると、彼女帰国子女です。カナダに何ヶ月ぐらい。そうオーロラも見たことあるらしい。娘、ちょっとあとで写真ちょうだい。なんか自己紹介してもらう？軽く。軽くでいいかな、本当に。大丈夫。Hi, I'm Nika. I love Disney. So, nice to meet you. いや、3週間やろこれ。面白いこと言ってたらできないじゃん。そうだわ。じゃあ俺が悪かった。ごめん。申し訳ない。よし、じゃあ肩に担いで。ちょっと左の膝を上げて。はい。もうちょっと足開いて。肩幅ぐらいか。足開いて。で、膝ちょっと上げて。で、そのままこう振る感じ。おー、いいね。そのままここに行ったらそのまま出せば。そう。はい。で、ボールはよく見て。うん。よし、じゃあ行くぞ。よいしょ。はい、いくよ。はい。1、2、おぉ !1、2、ほら。はい。1、2、おぉ、で、打った後ここで止めるんじゃなくて、ここまで持ってた。そう。はい、いくよ。1、2、おぉ、おぉ、おぉ、ちょっと待って。あれ？やってた。絶対やってた。今の、それでヒット。ちょっとね。これだけ。早い、それは気が早すぎる。でもね、このちっちゃいボールをなかなか打てる子いないわ。初心者で。初心者のバラなんだけど、ボールの上を振るの絶対。はい。この子ちゃんと下振ってるの。っていうのはすごいいい目してると思う。だから飛ばし方をしてます。1、2、おー。1、2。ちょっとね、やっぱこれあるな。一回ソフトボール出してみる。なんかちょっとソフトボールの方が、なんかいい打球いきそうな気がする。さっきより多分全然打ちやすいから。確かに。あとあのさっきみたいに手首を止めちゃうとちょっと怪我しやすいから振り抜く感じ。こう、うん、スーンってバットを。そうそれでいいです。はい、ボール見て。一、二。いいね。全然違う。一、二。おお、ちょっと待って。ちょっと待って、うまくね。もうあの初心者じゃないね。ああ、こんなに上達早く始めても。やっぱあの偏差値高いんじゃないですか。得意な教科。計算もできんの。ちょっとあのいろんな手違いであの貸し切りだったんだけど、あの中国の方々が入ってるの。どうする？なんかその辺から投げてこっちに打つ。ちょっと体が起きてるから、少し体が通る感じで、もっとなんかボールに顔を近づけるような感じで、なるほど。よし、はい、1、2、おお、いいよ。1、2、おお、いいね。ラスト、はい、2、おお、ゆっくり、そうボールバットメッ、それかわいい。ってなんで、ちょっと待って、オッケー、ね、右足をはいああ、いい形やん。そう、顔がそっち向いてて、かもうちょっと顔残す。はい、よし、はい、2、3、はい
いいぞ。おお。でこれ回転忘れて回転忘れてる。回転回転。バットで押し込む。うん。ああいい。おお。はい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 。うわちょっと待って。ちょっと感動します。ほらほらほら鳥肌鳥肌。なんか自分の可能性広がったんじゃないこれ。まあ最後は、心をつなぐキャッチボール。ちょっとメイチョさんが軽く投げてくれるから、はい、でリアさんのちょっと爪見ていい爪ちょっとすごっディズニーのためにあでリアさんちょっとねグローブの使い方多分ちょっと教えてもらうからボールはこうやって手ぐるーって回して、うん、そう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 この形こっちが入ったらここはここでねそう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 おそう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 あ、オッケーオッケーあ、いけるいけるわいけるわいけるわセンスあるわはい、そう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 できるだけ爪使わないよねオッケーこれで投げるそうだねこれで投げるそうかはいあー、いいねマジでいいやはいあー、いい全然いい全然いい今爪大丈夫はいあ、低めオッケーいけるわ低めが来ても膝を曲げて超えてるそう。で、畳ってもこう。はい。いや、絶対こうだよ。はい。こうだよ。よ。せーの。あー。やって。ちょっと怖いよね。あー、おー、うまいうまいうまい。もっと上行っていいじゃない。ちょっと米中が気使ってる。顔をやってしまう。結構上でいいよ。せーの。おー。キャッチボールできるね。いけたわソフトボールやってた方がよかったんじゃないおおあれこれやってたなこれ練習してたなおおうまい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 しかもちゃんと足出してる確かにおーうまいおおよしじゃあゴロいきますかゴロ行く？で、リアちゃん、ちょっと最終関門、やっぱソフトボールとか野球ってアウトを取らないといけないから、はい、こう、バッターが打った打球がトントントンってくるから、取って、スローイング。あそこからこうボールが来るから、取って、ボールを取るときは、はい。申し訳ない、ごめんね。いや、でも、ギリギリ大丈夫。はい、わかるよ、わかる。なんか申し訳なかった。え、でもさ、スカートの方が下ろしやすいの、本当は。なんか、あんま違和感なく。こういうズボンより。そうか。あ、そうそうそう。ノーパンじゃない。ノーパン大丈夫。そうだよね、そうだよね。うん。いけるか。メイちゃん、年近いから大丈夫。ああ、そうそうそう。なんか JK って勘違いしてる。なるほど。でもマジで、ぽいよね。ぽい。うん、そうそうそう。動きとかもさ。そう。そうじゃあちょっと一回こうじゃなくて腰を落とそうかそうスクワットやったことあるスクワットのイメージどちらかさ右左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 右ちょっと戻せばあれねスカートそうそしたらあんま気にならないちょっと短すぎたわ悪いものに見えてしまう悪いことをしてる気分になる確かになんか優等生っぽいはいそうなんかお尻から落とす感じ、うん、そうああいいねぽいこれが補給姿勢え、体硬いじゃちょっとメイチョさん一回、okay. はい、いきます、はい、来たらそうこの姿勢が基本してで、こっちはいよっしゃじゃあスローイングまでちょっと一回スローイングうん、うん、よいしょこれ取ったら
こういう感じでこっちに投げる。はい、これあのラスト関門なんで、はい、よろしくお願いします。こっち、うん、はい、でボール投げる、取る、で、はい。2回、2回、2回、いや大丈夫。ちょっとじゃあ1回あの発声、久しぶりの発声練習しようか。はい、はい、なんて、はい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 、おいいね。そう、はい。はい、オッケー、よし、これでいこう。空気の抜けた風船のような大丈夫。はい、はい、よし、じゃあお願いします。はい、そう、取ったら一歩足を出して、はい、あ、そっか、右、取ったら右、左、えい、多分勝手にできる。お、いいわ、いいわ、いいわ、謎にできてる。自分が投げやすいって投げる、投げて、声、ほんとよ。で、ボール受ける前に、おい、はい、はい、はい、いいね、はい、からの、取ったらほら、うまい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 、しかも投げるけど、そう、投げる、爪忘れてた。じゃあ、じゃあ次、逆、逆いこうか、オッケー、はい、おい、お、いいね、はい、お、いいね、正面に、うん、うめえぞ、うめえぞ、めちゃ正面で取って、うん、足踏んで、はいはいはい、よ、よ、はい、正面で、そう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 、はい、で、はい、おお、うまっ。結構試合出るわ、マジで、割とマジで、はい、ラスト2球、ラスト2球、はい、はい、ラスト行こう、ラストラストラスト、ラストちょっとむずいのじゃない、むずいの、むずいの、はい、イージーイージーイージー、はい、もっと、はい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 、取って、はい、カン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 、野球ソフトボール30分講義、はい、終わりましたんで、どうでしたか、やってみて。めっちゃ楽しかった。え、ちなみにルールとかまだ分からんもんね、全然。そう、分からないけど、なんか今日は本当シンプルな、この俺らがもうあの歩んできた道をちょっと今辿ってもらってるから、はい、じゃあ次回試合にマネージャーで来てもらえますか。そうだね、でいろいろ試合見てもらって、うん、まあ、明朝さんのプレーとか、うん、いろいろあのスピード感体感してもらって、で、おいおい、あの代打って分かる、あのバッター交代して途中から出る、バッターだけとかもできるから、あれで出てもらうか。せっかくやから。いや、でもちょっとね、なんか人気ですよ。でもね、この子はね、ボール怖がってないのがすごくいいことだから、バッター立たせたら、バット振ったら当たっていきなりヒットってこと絶対ありえたりだから。だって一人で海外行ってるからね。一人で行ったの、一人で行きました。9ヶ月間も多分肝玉座ってるわ、座ってるわ。そう、じゃあちょっとリアちゃんとメイチョのインスタ載せておきますんで、ぜひあのね、もう本当に素人のリアちゃんの応援よろしくお願いします。これからもっと上手くなるから、ね、そう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 、マジで上手くなる。いや、本当にちょっと試合来てもらおう。はい、あ、フルートでさ応援してもらおうよ、メイチョの時に吹いてもらって。ショパン。はい、じゃあそんな感じなんで、リアちゃんの応援とメイちゃんの応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。おい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 、ジャンプしたジャンプしたジャンプした、おいおい。